インターネットを通じた詐欺などの被害に遭わないよう安全な利用を呼びかける佐賀県警の特定サイバー防犯ボランティアに NPO のメンバー13人が委嘱されました。特定サイバー防犯ボランティアに委嘱されたのは、高齢者や子どもにインターネット利用の講演会や学習会などを開いている3つの NPO 法人のメンバー13人です。交付式には代表の3人が参加し、県警サイバー犯罪対策課の藤井慎吾課長から委嘱状を受け取りました。県警はサイバー犯罪を未然に防ぐため、7年前から特定サイバー防犯ボランティアを民間に委嘱しています。13人は今後、学校や地域住民への講習会でインターネットや SNS をきっかけにした詐欺などの被害に遭わないよう安全な利用を呼びかけます。ちょっとしたことで人生が変わってしまう可能性があるんですね、インターネットの利用で。まあ、被害者にも加害者にもならないようにしっかり伝えていきたいなと思います。県内のサイバー犯罪は増加傾向にあり、県警への去年の相談件数は934件と、前の年と比べ2割ほど増えています。最も多いのは詐欺や悪質商法に関する相談だということです。